こんにちは、じゅんです。今回は三島由紀夫さんの代表作のうちの一つである潮騒の舞台になった上島という島に行ってきました。どうかよろしくお願いします。この島はどこにあるのかというと、三重県にあります。鳥羽からだいたい30分ぐらいフェリーで進むと、あちらに見えますのが上島ですね。潮騒という小説は三島由紀夫さんの10作品目の長編小説になります。1954年に発表された文学作品で、若い男女による純愛作品になってます。まさしく舞台がこの上島なんですよね。この潮騒という作品は何度も映画化をされているんですけれども、その時はこの上島で実際に撮影されたらしいです。で、その作中に出てくるいろんな名シーンだったりとか、重要なスポットっていうのも実際にこの島にあるらしくて、ずーっと行きたかったので、今回早速行ってみました。島の大きさはだいたい一周で4キロぐらい。で、人口はだいたい500人ぐらいの小さな島になっております。早速上陸をすると、三島文学潮騒の地と書かれたモニュメントがあり、その横には物語の冒頭の文章が書かれていました。宇田島は人口1400、周囲一里に満たない小島である。宇田島に眺めの最も美しい場所が2つある。1つは島の頂近く、北西に向かって建てられた八代神社である。ちなみに小説の中ではこの上島は宇田島と書かれています。島に住んでいる人に聞いてみたんですけれども、この島の主な産業は漁業とのことでした。潮騒の主人公は、シンジという18歳の漁師の青年ですし、ヒロインは、初江という浜の女性になります。この島の文化でもある海の産業というのは、今も変わらず受け継がれているんですよね。そして、島の住宅街ってところになると、こんな風に、所狭しと、入り組んでいる地形になってますね。ちょっとした脇にはですね、今でも昔からずっと使われてきたであろう井戸がまだ残っていました。かつてはですね、水を島内の2箇所の小さなため池と井戸に頼っていて、昔は本当にこう水不足に悩まされていたこともあったようです。こういった経緯もあって、水というのは貴重なものだったので、それを大切に使うために、この先のここにあるのが洗濯場でした。潮騒の中でも、ここで、実際に、初江たちが洗濯をするシーン、足でこう、洗濯を踏みながら洗濯をするシーンがあるんですけれども、そこが実際に今でも残っていました。ちなみに、小説、潮騒の取材で、三島由紀夫さんも実際に上島を訪れていました。だいたい1ヶ月ほど滞在していて、その時に滞在していた部屋であったりだとか、潮騒を実際に執筆していた三島由紀夫さんが使っていた机はまだ残っていて、それを今回、特別に見学させていただくことができました。これ実質だと思います。このね、潮騒の方。これは、ロケした時の。そうなんですね。台本。昔若手やせん、だから桃江ちゃんたちがこう撮影に来た時は実際に本当にこんな船しかなかったですからね、その年代はね、三島由紀夫さんが知った年代は。で、この机がその時の、そうそう、この時、ね、これ机で、この部屋でなんか、この部屋だったんですね。今でもこういった風に残っているということと、実際に見ることができて本当に良かったです。少し歩くと、島全体をちょっと高いところから見下ろせるようなスポットがあったりします。そしてさらに進むと、八代神社という神社がございます。三島由紀夫さんは八代神社を最も美しい場所の一つと語っていました。小説の中では、シンジが村の平穏と美しい花嫁を授かるように祈った場所として、
また、初映画神事の航海の無事を祈った場所として描かれています。物語のラストシーン。これから毎日、神事さんの無事を祈って、八代神社にお参りします。私の心は神事さんのものです。どうぞ元気で帰ってきてくださいね。神事さんと一緒に航海へ出られるように、私の写真をあげます。大王崎で撮った写真ですのよ。というセリフはとても有名ですよね。で、意外とこの、階段がすごくしんどかったです。結構省略したんですけれども。三島由紀夫さんも、上島に滞在している間は、毎日、八代神社に参拝していたようです。そして、この後は、道なき道といいますか、島をぐるーっと一周回るように、森の中をどんどん抜けていくことになります。そして進んでいくと、潮騒の中でも最も有名のシーンと言っても過言ではない描写が描かれている鑑定書があります。私はここが見たかったんですよね。もともとはこの場所は軍事施設でした。大砲を撃ってその着地を確認するために建てられた場所なんですよね。高さ7メートルで2階建てで、コンクリートには上島の石も使用されたと言われています。この鑑定書の中で、潮騒の中で有名なシーン、嵐の日に主人公、シンジと初映がお互いの愛を確かめ合うシーンに登場するんですよね。嵐の日にシンジが焚き火を焚いて寝ていました。そして目を覚ますと、初映がなぜか裸になって立っていたんですよね。初江は天の帰りに、たまたまこの焚き火を見て、神事は寝ていると思って、服を乾かしていたんですよね。そして神事は、その焚き火を飛び越えて、初江のところに行って抱きしめるという、なんとも、衝撃のシーンがあるんですけれども、その場所がまさにここなんですよね。おそらくこのくぼみのところ、ちょっと穴が開いてるところで焚き火を焚いていたんですよね。せっかくなんで、この潮騒の中での名シーンを朗読してみたいと思います。少女は2、3歩引いた。出口はなかった。コンクリートのすすけた壁が少女の背中に触った。初江と若者が叫んだ。その日を飛び越して来い。その日を飛び越してきたら。少女は息せいてはいるが、清らかな弾んだ声で言った。裸の若者は躊躇しなかった。つま先に弾みをつけて、彼の炎に生えた体は火の中へまっしぐらに飛び込んだ。次の刹那に、その体は少女のすぐ前にあった。彼の胸は乳房に軽く触れた。この弾力だ。前に赤いセーターの下に俺が想像したのはこの弾力だ。と若者は感動して思った。この鑑定書の上から眺める海の景色もすごく綺麗でした。上島の印象的なスポットの一つとして、カルスト地形もあります。この白い塔のような独特な形は、雨水であったりだとかの影響で、長い年月をかけて、形成されます。小説のタイトルである潮騒は、波が大きい音を立てること、その響きのことを言います。三島由紀夫さんの作品って、なんかこう、イメージで難解なものが多いんじゃないかなって思って、なかなかこう、手を出せない人もいるんじゃないかなと思います。ですけれども、おそらく三島由紀夫さんの作品の中でも特に読みやすいんじゃないかなってぐらい、スラスラと読めます。私もですね、初めて三島由紀夫さんの作品で読んだのが金閣寺だったんで、潮騒を読んだ時にびっくりしました。文体もすごく読みやすいですし、そんなに長くもないですし、何よりですね、登場人物の描写だったりだとか、風景の描写だったりだとか、すごく文章が美しいです。あとですね、もうストーリーもドラマチックでハッピーエンドですので、かなり面白いですね。三島由紀夫さんならではというのかわからないんですけれども、最後の文章がですね、
ハッピーエンドでは終わらせないっていうところもすごくいいんですよね。ラストシーンでですね、シンジが嵐の中で帰ってきて、無事に生還して、初枝と再会するシーンがあるんですよね。そこでですね、初枝は、私の写真が、シンジのことを助けてくれたんだわ、ということを言うんですよね。その初枝の言葉に対するシンジの返しの言葉で、この潮騒という物語は終わるんですけれども、その最後の言葉というのが、なんともこう、含みがある言い方で、普通の恋愛ものの小説だけじゃないんだなというのは思いますね。初めて読んだ時からずーっと行きたかった場所だったので、今回上島に行けて本当に良かったなって思います。私は一泊しかしなかったんですけれども、もっとこう、三島由紀夫さんみたいに1ヶ月とか滞在できたらいいなぁと思いましたね。あと、島の人たちが本当に優しかったです。私がですね、ベンチで休んでいると、ワカメをくれて、もうかじって食べてくれるみたいな感じで、どうぞどうぞみたいな形で渡してくれたりとか、気軽に喋ってくれたりとかして、本当に素敵な場所だなって思いました。また、上島自体も本当に素敵な場所ではあるんですけれども、観光地化されてないのがいいなって思いましたね。リアルな、島民の姿が見れると言いますか。はい。そういったところでも、とてもおすすめな場所になってありますので、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。そんなに時間もかからないので、気軽に行くことができると思います。それでは、ご清聴ありがとうございました。